ちの担当。これ持ち方に2つあって、これを本手持ちという。これを逆手持ちという。逆手持ちでと本手持ちでだいぶ技が違う。また本手持ち日本の技が、逆手持ち日本の技が、本手持ちと逆手持ち、本手持ちと逆手持ちの技が、そう言うたら片手で2種類、両手で3種類の技、担当技があるけれど、典型的なやつは片手のこれか片手のこれということで、今日はこれで説明する。これ素手やったら目ついたり、両側の方が効果的やけど、担当やったら両側効果的や、これが言えない。みんなブスッと入る。どこでもいい。みんな疲れた時と同じや。それで稽古の時は顔をつくる心を持たれた。腹をつくる。稽古の時は早い。稽古の時はまあ、これでやる。これやって遠慮の目がちょっと危ない。腹ついてる、胸ついてる。だから稽古の時は胸と腹を中心につく。これ右と左がある。まあ両方練習全然だね。時間の関係で右引きだけを練習する。これも先手取って攻める。この線で攻める。今日はちょっと先手の話をしておく。これこんだけ手が長い。リーチは長い。こっち側は素手や。リーチが短い。これ、まあ、突きに対して前へ自分からごつい、ごつい、ごつい。それで今と同じように素手と素手みたいな、こんなこと言ってた。こっちが届くわ、こっちが届かんわ。な、素手と同じように今さっき素手対素手で同じようにやってる。こんなこと言ってた。こっちが届かんわ、あっちが届くわ。なやられるわ。それで俺の先手を取る。これちょっと今素手でな。これやったらだいたいリーチ同じやな。な。だから先手取るの。まあ五代君もこれ取るかこれ取るかそれ取るか知らんけど。まあ先生とも割と気楽にとる。近鉄とも2ぐらい注意しとったな。これでこっちとこれで先生とする。あ、担当はちょっと難しい。ちょっと触れてやられる。だって見た怖い。体硬く入るとき向こうの方がリーチなわけ。
それでちょっと考えるこれ、相手を突こうとしてるこう構えてるのか、こう構えてるのか、両方あるいずれにしても、突こうとしてる怖いのはどれやこれやあ、違う、まあ、怖いない蹴りも怖いないこれこれ、9割型怖いあとは3つ合わせて1割ぐらいな向こうをこれで攻撃するつもりよこれで攻撃勝負で振り込むんですこれで突くんか五代君あのこれ担当の技の知らない素人と担当技を知っている人は突き方が違う。まあ、さすがはこれだよな。あ、こんな無視してる。はい、これだよ。やろう。僕は。これだけじゃ通る。出ても通りだちょっと遠いなけど僕がこう行ったらついてくるあと疲れるところに入れ疲れるところに入れさらにつかせよ疲れるところに入ってつかせよまたそれ今やるまさかまさか五代君つくつもりどおり僕がここに入って逃げるかんお前つくつもりどおり俺を殺すつもりどおりここに入って逃げるか9割方ついてるそれを待つではそこで何をするか手の技が一つ足の技が一つ手と足を使う技が三つ大きく分けて今手の技だけでやる足は使わないな いかん犬の声よこれでバッツバッこれで彼つけない実はこれでやられてる動けない動けない動けないこっちからこれで動けないはい僕の指で動けないあんまり力入れるのかなでこれでやったらいいかな飛んでっちゃうそういうふうに一つちょっと遠い目の周りからな入るついてくる疲れる寸前が問題ゆっくりおお、うん、分かるついてくるでもこうしたこれ外すまい周りのとこを外すそれが非常に単純な線を取る相手がついてくるのを待っとったらあかんいいか身を捨てて浮かぶ線もあれ捨て身の技もう一回ゆっくりやるよ左足前でもあ右足前でも
左足前でもいいと思うけど、どちらかというとこっちが前の方がいいかも。ちょっと遠い、向こうつけない間合いから、向こうが簡単につける間合いやる。その先、手をこれさ、軽く下ろしてる。これ、どこでも、これでもいいんだけどな。俺、下ろすだけ。下ろすだけが一人や。な、こうしといて横行くんだ、二動作や。こうして横行くんだ、二動作や。もう、これやったら一動作や。始まから横で横で一動作、二動作、二動作あかん。だからただそれが使えるようになる。今タイは何も使っていない。な、タイなし、ごめん、腕なし、足だけみたいな。ついてこいよ、これ。うん、よし、これ足だけ。手こうやってやると手今使ってまたもう一回やる。こう、こう足だけな。はい、そっと足だけ。これも、まあ言うと、ついてこい。そしたら、どこを合わせる。ついてこい。合わせる。これで、これで、これ言うたように、それだけの技と、これ攻撃と防御だけどね。足だけやから攻撃と防御じゃない。な。最後はそれを合わせる。合わせる。腕も使うし、足も使う。ゆっくりやるよ。早くやるよ。思い切り続く。違う？バッチリ。おっちゃん！これね。終わった。両方使う。よく。足と腕と両方使っている。これがまあ戦技か。さっき先生が動いている。どちらかというとこれ、ね、もう開くみたいな。これを支え技だと思う。それから何か始まる。誘うという、誘うという、次ここに入り構えない。来てくれるかちょっと遠い、はい、ちょっと遠い、はい、来てくれるな、ちょっと遠いな。だけどこれも誘い技をかける。腕だけ、腕だけ押そう。ほっ、腕上げた時で、腕上げてなかったら打たれる。はい、打たれる。だけど打つためには腕を上げる。その腕を上げるのをね、腕を上げる。腕を上げる。はい。だから、
小さく見るの。体だけで、体だけで、これさ、早い逃げた。腕上げた時点で逃げたら、左側右行ったいで、ついてくる。当たるぐらいで逃げる。足でな。な、これ腕使わないから、攻撃防御なし。はい、行こう。ブロッ！これで、はよ逃げた。はよ横行った。見えた。頭が理解して、ポンとついて。ちょっとはよ逃げた。ついてる。ついてきよ。あと、はよ逃げた。ついてる。当たる。踏んで。受けるんは。クリアでとこう当たるっていうんだよ。目に見えて受けるついていけないようにする。ついてこられないようにする。ついてこられたらちょっと不利よ。見えたなけどついてこい。見えたけどついてこい。これやった。次は今最初腕出したやつかな。次は足だけやったな。次足と腕を両方やる。これはもう振りかぶった段階でもいい。な、振り下ろして当たる寸、まあ後の方は当たる寸で、先の方は振りかぶった。これ振りかぶった時でも当たる寸でもどちらでもいい。はい、どちらか。遠い前から、ブーブーね。はい。な、いいよ。ゆっくりやるかな。ブーブー。これ、掴む必要はない。掴んだら仕方ないから。あんまり力くださいよ。これで、こう構えて、スッと。はい、これで、パッと。OK。これはちょっと今までの説明は、線的やったけど。次は、この線に打つ。ついてる。これです。はい、2回ついていく。はい。これが大事。これ、ここ見とってな。おう、別所ない。なんか言っとった。相手の目を見て、全体を見て、前を見せたり、はい、見る練習。はい、はい、で自然体。足両方使わない。はい、はい、ま、混ぜていい、混ぜていい。はい、はい、はい、さあ実際問題。
2回も3回もあんなことやっとったらあかん。これもちょっと入っておいてよ、構えて。誘う。ちょっとついてくる、遠いな。おい、誘う。ぐらいの気持ち。ゆっくり。誘う。誘う人、はい、誘う人、こういうふうにする。これの方が実は難しい。ゆっくりやるよ。原料よ。誘う人、これ、次作るためにこうやって、もう一回作る。これ、ついたら、次作るためにこうやって。大きな横向いたが、ついたら、次作るためにこうやって。ここが問題。ゆっくりだ。原理的だ。遠い。はい。誘う。疲れる。はい。誘う。元気を日本バカーッとついてこい。元気をついてこい。はい、はい、バカーッと入れたらない。今入れたら分かったか。松間、僕は松間、誘うついてくる松間、これが松間。まだついて、でこう、ついてさ、はい、誘う、誘う、ついてる、松な。元気を、ついてくれ。元気をついてくれ。おい、うわぁ、うん、はい、元気をついてくれよ。うわ、今のちょっと軽く疲れとったかも。はい、終わり。